野口総一、野口総一、野口総一、1965年、昭和40年4月15日隊は、日本人宇宙飛行士。神奈川県横浜市生まれ、茅ヶ崎市出身。身長180センチメートル。彼の初飛行は、STS-107 コロンビア号の事故後、NASA スペースシャトル運航再開、最初の打ち上げとなった2005年。 平成17年7月26日のミッション STS-114 にミッションスペシャリストとて乗船した時である。2009年12月20日にソユーズトマ -17 に登場し、国際宇宙ステーション ISS に約5ヶ月間滞在。2010年6月2日、地球に帰還した。父親の仕事の関係で3歳より、 兵庫県伊保郡大使町に移り住む。イカル保育園を経て、イカルガ小学校へ入学、小学5年児までを同調で過ごす。ボーイスカウト活動をしていた。茅ヶ崎市立浜塚中学校、神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校、東京大学工学部航空学科卒、東京大学大学院工学系、研究科航空学専攻修士課程修了。 石川島張間重工業、現 IHI において、航空技術者として、超音速旅客機のエンジン開発に従事した。旧宇宙開発事業団、現宇宙航空研究開発機構、JAXA の募集に、応募572人の受験者の中から、1996年、平成8年に宇宙飛行士候補者に選定される。 1996年8月から NASA ジョンソン宇宙センターで訓練を開始する。1998年7月から8月、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターでの訓練に参加。その後も ISS 組み立てミッションへの参加に向けて NASA で訓練を続けた。最初に NASA が発表した飛行予定 NASA 米国時間2001年4月9日決定。NASA 現弱さのプレスリリースは4月10日、NASA の発表は、米国時間4月12日では、2002年7月に ST S、STS-113 スペースシャトル、エンデバー号で飛行の予定だったが、延期、変更され ST S、STS-114 で2005年に飛行する、こととなった。2005年、平成17年7月26日午後11時39分、 日本時間イコール JST に打ち上げられたスペースシャトルディスカバリー号に登場した乗組員の一人である少年時代はボーイスカウトに所属茅ヶ崎で打ち上げを見届ける会では所属していたボーイスカウト茅ヶ崎二段が打ち上げを見届けたまた野口飛行士はボーイスカウトで知り合ったワッペン製造業経営の友人に贈呈用ワッペンを依頼乗組員全員の名前を入れてもらい 一人二枚ずつ、贈呈した。ワッペンには、黄色で縁取りをしてあり、ディスカバリー号と野口の出身地、茅ヶ崎のシンボル絵シガン、バーシマが影に描かれている。スペースシャトルから出ている、炎の色はグラデーションが使われており、凝った作りに仕上がっている。ワッペンは、乗組員全員が、ユニフォームの青いジャケットにつけて登場した。15日間にわたる飛行中、 三度の船外活動を行い、スペースシャトルでは初の機体補修に携わった。三回目の船外活動は、はみ出した耐熱タイル管の詰め物、キャップフィラーズの除去であった。シャトルに搭載した道具が右利き用であったためスティーブン・ロビンソン飛行士がメインで作業を行い、左利きの野口飛行士はサポートに入った。ただし、道具を使用するほどでもなく、 詰め物は手で引っ張るだけで抜けるというものだった。2005年8月31日にメジャーリーグのニューヨークメッツの本拠地であるシェイスタジアムでメッツ対フィリーズ戦の始球式を行ったアイリーン・コリンズ船長とチャールズ・カマーダ飛行士も出席し試合前にメッツの松井和夫と挨拶を交わした。野口飛行士は小学校時代に野球経験があり憧れの選手は 大阪春、ソフトバンク元監督だったという。飛行後は2005年9月27日に日本に帰国予定であったが、ハリケーンリタが滞在地ヒューストン付近に接近しているため予定を早め9月23日に帰国した。2007年2月、ISS 第18次長期滞在クルーは方、高一宇宙飛行士のバックアップクルーに任命される。 2008年5月、JAXA は ISS 長期滞在クルーに野口飛行士を任命することを発表した。日本人飛行士が ISS に長期滞在を行うのは若田光一に次二人目である。ソユーズ宇宙船の船長を補佐して操作を行うフライトエンジニアとして2009年、平成21年12月20日にソユーズとがマイナス17で出発し、滞在を開始した。 ISS では ISS 各部及び日本実験旨、希望のメンテナンスと各種実験を実施。希望の整備として2010年2月に衛星間通信システム X を本格稼働させ、ハイビジョン映像でつくばと更新。3月にはロボットアームコアームを設置し希望の基本構成を完備させた。希望における実験では、 微小重力を利用したマランゴニ大流のデータ取得や、タンパク質結晶生成などを行う、実験の詳細は、中の外部リンクを参照。その他、ISS に来訪する、宇宙船及び補給機の受け入れ準備やミッション、補助作業も担当している。また、インターネット上で提供されているコミュニケーションサース、ツイッターを通じた即時的な情報発信や、現地撮影による画像、 動画の発表を行い、地上の人々との日常的な交流を実現した。広報活動として、地上との更新イベントを行うほか、ISS 到着時には、同僚と共にサンタクロース姿で異常、正月には書き初め、バンクーバーオリンピック開催時には、世界最高高度のスキージャンプ姿を見せる、ツイッターでの公開画像など、年授業や、 国際的なイベントを積極的に楽しむ様子を見せ、3月15日には、関西テレビフジテレビのバラエティ番組、スマップスマップに中継で出演、スマップメンバーとの応答に加えて希望内での手巻き視聴率を披露した。宇宙滞在中の同年4月、STS-131 によって、山崎直子が ISS を訪れ、初めて宇宙空間に、 日本人が複数名滞在した。5月15日午後8時6分、JST に通算の宇宙滞在期間が159日10時間46分を超え、それまでの若田光一が保持していた記録を抜き、日本人最長となった2014年5月に再び若田が最長記録保持者となった。期間はオーロ同様ソユーズ宇宙船に登場し、6月2日午後0時25分。 JST ガザフスタン共和国に着陸した。2014年9月、野口総一宇宙飛行士は、アジアでは初めてとなる宇宙体験科協会、アセ会長に選ばれた2019年終わり頃から約半年間、ISS フライトエンジニアとして、ISS ロボットアーム操作等を実施する予定であることが発表された。2017年11月末から訓練に入る予定。 結婚し、現在は、子が3人いる。STS-114 ミッションの成功により、茅ヶ崎市民栄誉賞を受賞し、2005年10月2日に、開催された茅ヶ崎での帰国報告会にて表彰が、行われた。また、茅ヶ崎駅北口のペデストリアンデッキには、野口の手形モニュメントが設置されている。また、ゆかりの深い大使町名誉町民にも選ばれている。 所属していたボーイスカウト茅ヶ崎にダンビーバー体副長も務める。2011年4月から2013年9月に放送されたテレビ番組宇宙ニュース制作テレビ東京 BS ジャパン協力宇宙航空研究開発機構ではアンカーマンを務めた。2018年映画ハンソロスターウォーズストーリーの日本語吹き替え版に 亀尾声優として出演。同年8月、歯が命アワード2018を受賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。